アイヴァン法は、スコットランドの作家サー・ウォルター・スコットが1820年に発表した長編小説。架空の主人公を歴史的な出来事の中に入れる手法の元祖とも言われている。物語の舞台は、口述するリチャード一世の解放から1194年にかけての時代と思われる。1066年のノルマン人の征服のため、 先住民のサクソン人貴族の多くが没落した。1086年の県地庁では、王の直進180人のうち旧来のサクソン系は6人、16の子教座の地サクソン系は1つのみという徹底した貴族層の入れ替えが行われる。そのため、イングランドでは、封建的な豪族の上に王が乗るのでない、強力な王権が形成された。ヘンリー2世は、 プランタージネット町の子祖であり、ノルマンディ公領を中心に隣接するアンジュ博領とイングランド王領という広大な勢力圏を持っており、アキテーヌ公の一人娘、アリエノール・ダキテーヌを妻としていた。二人の間にはウィリアムを除くと若、ヘンリー、リチャード、ジェフリー、ジョンの四人の男子がいた。若ヘンリーは、ノルマンディとアンジュリチャードは、母親、 アリエノール・ダキテーヌの所有するアキテーヌ、ジェフリーは、ブルターニュ公へ、婿入りとそれぞれへ分配されたが、この時2歳だった年少のジョンは領土を分配されず、そのために、ケツチとあだ名された。ジョンは後に、アイルランドを分配されたが、統治に失敗して逃げ帰っている。1183年に、若ヘンリーが死ぬと、ノルマンディ、ー、アンジュ、 イングランドはリチャードに継承されることになったが、その際にリチャードは、アキテーヌ公領をジョンに譲渡することを拒否した。そのため、ジョンはまとまった領土がない状態であった。当時のプランタジネット町の中心地は北フランスであり、イングランドは、辺境の領土であった。1189年にリチャードは父に再度反乱を起こし、ヘンリー二世を打ちまかした。ヘンリー二世は、 失意の内に死に、リチャードは王位を継いだ。1187年のエルサレム陥落後から十字軍結成の機運が高まり、第3回十字軍が実施された。リチャードは、イングランドのあらゆるものを売り払って、軍資金とし、1189年に、イングランドを立った。リチャードは、旧敵のフランス王フィリップ2世と肩を並べて、聖地入りすることにしていたが、足並みは揃わず、 フランス王はさっさと先に帰国して、リチャードの領土を侵略し始めた。本来は神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世も参加するはずだったが、皇軍中に死亡していた。フリードリヒ一世の軍勢は、オーストリア公レオポルト五世の軍として参加したが、彼は、悪根陥落の際に、リチャードに対面を傷つけられて、恨みを抱いていた。オーストリア皇帝は、 イングランド王妃やフランス王妃に比べ格が落ちるとして、リチャードが党から軍機を引きずり下ろしたためだという。フランス王フィリップ2世は王帝ジョンを巻き込んで、イングランドに対する攻勢を続けていたため、1192年、エルサレム攻撃を果たせずにリチャードは帰国したが、人神聖ローマ帝国領内で捕獲され、レオポルト公の捕虜になってしまう。しかしその居所がわかると、 身の白金が支払われ、リチャードは自由を取り戻した。フィリップ2世はこの情報をジョンに知らせたが、その描写が小説にもある。また、森林法という、本来は狩猟を行うための森林を直轄領として民衆が利用するのを厳しく制限した法律が制定され、それは後に拡大していき、森林も領域を広げていった事情があった。森の義足ロビンフットは、 アウトローのヒーローとして、イングランド人の中で伝説となっていた。また、ユダヤ人に対する偏見や差別が根底にある時代であり、主人公であるウィルフレットも過剰ではないにしろ、ユダヤ人に対する偏見は持っている。王が不在の中、フランス王の後ろ盾で横領を行うジョン、そして、サクソン人の最高を願うセドリックという状況下で、小説は始まる。ただし、 作中で描かれた、ノルマン人とサクソン人の対立は、いささか時代作語的なものであることを、作者は認めており、本作はそれを承知で描かれたフィクションである。サクソン人の豪シ・セイドリックは、サクソン王家直系の血を引くローイーナビメの貢献者であり、同じく王家の血を引くアセルスタンとの結婚を実現させて、サクソン人勢力を統合し、サクソン人の復権を願っていた。 だが一人息子ウィルフレッドがあろうことかローイーナビメと相思相愛になってしまい、セドリックは計画の障害となる息子を感動する。ところがウィルフレッドは、旧敵のはずのノルマン人のイングランド王リチャードに、従いアイバン法領をもらい、十字軍に従軍してしまった。物語は、アイマー総委員長が、テンプル騎士団の一員であるギルベールらとセドリックの館で、 一晩の宿を求めるところから始まる。同じ日に、ユダヤ人の親子のアイザックとレベッカ、そして、聖地帰りの旅の巡礼が、セドリックの館で一晩を過ごす。夕食後に、旅の巡礼がローイーナビメに、聖地で行われた、馬上試合の模様を話す。巡礼は最後に、ギルベールが任された話で言葉を濁すが、ギルベールは、セドリックの息子ウィルフレットに負けたこと。 そして再戦を望んでいることを自ら言う。セドリックは感動した息子の活躍に複雑な表情であった。その夜、巡礼はユダヤ人アイザックを叩き起こし、すぐに逃げるように行った。ギルベールたちがアイザックの身ぐるみを剥がす相談をしていたのを聞いたからである。巡礼が実は吉身分であることを見抜いたアイザックは仮を返すため彼が武具一式を 知人から借りることができるように手配することを約束する。王帝、ジョンの人気取りのためはジョージアイが開かれた。1日目は5人の選ばれた騎士に対し、参加者が挑戦する形式であり、2日目は2組に分かれての集団戦、そして3日目は弓の腕比べの予定であった。1日目に最も活躍した騎士は、愛と美の女王を選ぶ権利が与えられ、 その女性は二日目に最も活躍した騎士に大使栄誉を与えることになっていた。セドリックはローイーナビメとアセルスタンと共に馬上試合にやってきた。アセルスタンは参加するように促されたが、やる気を示さない。ギルベールは5人の選ばれた騎士の中でもリーダー格であった。挑戦する者たちが全員撃退され観客が失望する中、 カブトをかぶったままの騎士が感動された騎士と名乗りギルベールに宮城での勝利を申し込んだ。騎士は制約を立てているために顔を明かせないと言い,い、そういった誓いは当時一般に認められていたため許された。感動された騎士はギルベールを破ると残りの4人にも勝ち、王帝ジョンが苦い顔をする中で愛と美の女王を選ぶ騎士に選ばれた。騎士はローイーナ美名を指名する。 感動された騎士は、セドリックの館に泊まった巡礼であった。セドリックの豚ガイガースを従者とし、ユダヤ人アイザックから約束通り武具を仮参加していた。監修として勝者は、敗者の武具を戦利品とする。4人の騎士からは、武具の代わりに相当する代金を受け取るが、ギルベールからの使いには、決着をつけることを望み武具の受け取りを拒否した。 感動された騎士は受け取った金をガースに託し、借りている武具を買い取る代金として、アイザックの元へ行かせた。アイザックは、喜んで代金を受け取るが、娘のレベッカは、父の命の恩人に対する礼として、武具を貸したのに代金を受け取るのは、おかしいとして、ガースに代金を返した。キっとガースは山賊に襲われたが、感動された騎士の従者と知られると、 昼の通会な活躍を見ていた資料が何も取らずに解放した。翌日、ギルベールと感動された騎士は、それぞれの組の首相となり、二組に参加騎士が分けられた。アセルスタンは婚約者のローイーナビメが、目の前で愛と美の女王に選ばれたのが面白くなく、ギルベール側についた。集団馬上試合ではやがてギルベールたち三人の騎士に、感動された騎士が追い詰められるが、 それまで試合場の隅で何もしていなかった黒い騎士が突然割り込み、付け立ちをした。そのため感動された騎士の組が勝利しギルベールは打ちまかされたが、感動された騎士も手傷を負ってしまった。その日の最優秀騎士も感動された騎士だと注目は一致していたが、王帝ジョンは面白くなく黒い騎士を指名した。だが黒い騎士は試合終了後に立ち去っており、 感動された騎士が二日目も最優秀に選ばれた。栄誉を受けるために顔を明かすように言われ、感動された騎士はやむなく顔を明かすが、それは、ウィルフレットであった。ジョンは、兄のリチャードが、旅収から逃れたことを知らされ、日程を繰り上げ、三日目の弓の腕試しをすぐ行う、ことにした。そこで、ロックスリーと名乗る者が恐るべき腕前を見せる。 ウィルフレットの怪我は思ったより深かった。セドリックはウィルフレットを連れ帰るように命じるが、その前に感染に来ていたユダヤ人アイザックの娘レベッカが看病のために連れ出していた。従者をしていたガースは濃度であるためにセドリックに見つかり捕らえられてしまう。森の中で黒い騎士は一人の僧のもとへ一晩の宿を借りようとする。僧は生草ですぐに黒い騎士と 意き統合し、酒盛りを始めて盛り上がる。木とのセドリック一行は、ウィリフレッドを連れていたアイザックとレベッカ親子が護衛に、逃げられ困っているところに行き合い、仕方なく同行させる。ウィリフレッドは、馬車の中に寝かせられ、誰にも気づかれなかった。しかしそこに、ギルベール一行が現れて、セドリックたちを捕らえ、豪族レジナルド・フロンド・ブーフの城に連れて、行かれてしまった。 一味のモーリス・ドブラシーは、ふとしたことから、馬車の中の人物がウィルフレットであることを知った。アイワン法領を横領している、レジナルド・フロンド・ブーフが知ったら殺してしまうであろうが、騎士道のために黙っていた。一行の内道家のウォンバとブタカのガースは、逃れることができた。セドリックとアセルスタンは一緒の部屋に遊兵された。一方でギルベールは、ユダヤ娘のレベッカの美しさに惹かれる。 モーリス・ド・ブラシーは、老ー,ーナビメをもらおうと考える。弓地愛の勝者ロックスリーが、森の僧の戸を叩いた。ガースとウォンバと出会った、ロックスリーはガースを逃がした森の義族の狩猟であり、セドリック一行の解放を約束し、その助力を森の僧に頼みに来たのであった。黒い騎手も助力を願い出ると、アウトローたちを集めてフロンド・ブーフの城へ押し寄せた。一方で、ウォンバは、 そうのふりをして、国会のためにフロンドブーフの城へ入り込み、セドリックの身代わりとなり、セドリックを脱出させた。セドリックは、自分よりも、サクソン王家の血を引くアセルスタンを逃がすように言うが、ボンバは、自分の主人は、セドリックだと主張し、アセルスタンもセドリックが脱出して、救出の手助けをしてくれるように言ったために、セドリックは服を交換して、牢を出た。その途中、 城の奥にいる老女、ウルリカと出会う。老女は、セドリックの父の親友の娘であり、その一族がフロンドブーフの父親に攻め込まれた際に、親兄弟を殺され自身は慰み者になっていたのだった。しかし年を取り誰にも顧み見られなくなっていた。ウルリカは、自分の辛い人生を語り、自分の惨めさを訴えるが、セドリックはなぜ隙を見て殺さなかったのかと言い、 ウルリカは名誉を取り戻すためにはそれしかないとうなずく。セドリックはそのまま城を出て黒い騎士たちと合流する。黒い騎士の指揮のもと、ロックスリーたちは城攻めを開始した。ギルベールらも奮戦するが、気色が悪い。モーリス・ドブラシーは戦死し、フラン・ドブーフはウルリカが城に火を放ったために逃れられずに消死した。 ギルベールはレベッカを連れて逃げるが、自由の身となったアセルスタンがローイーナビメを連れて逃げようとしているのだと勘違いし、装備もないまま立ちはだかり、ギルベールに脳天を叩き割られてしまった。ウィルフレッドは、塔の一室にモーリス・ドブラシーによって移され、レベッカが看護していた。火が回って危ういところを、レベッカはギルベールが連れ出し、ウィルフレッドは取り残されたが、黒い騎士が助け出した。 セドリックは、アセルスタンの最後を聞き、助け出したローイーナビメを連れて、ロックスリーと黒い騎士に感謝を伝えた。黒い騎士はこの狩りを返してもらうつもりだと言った。レベッカを連れ出したギルベールは、アイマー総委員長の元へ戻ったが、ユダヤ人の女性を連れていることはすぐに知られてしまった。ギルベールはレベッカに愛を告白し、受け入れてくれるならばギルベールは、今の境遇をすべて捨て、 中東へ行って、一緒に住むとまで言うが、レベッカは、ギルベールの愛を拒絶した。レベッカは、宗教裁判で正道の騎士を異教とのみで誘惑し、堕落させたとして、死刑を宣告されるが、見知らぬ人からの助言で大戦士を求めた。レベッカのために戦う戦士が勝てば、レベッカが正しいことが証明され、無罪となる。しかしユダヤ人であるレベッカのために戦うような、 人物はすぐには見つからない。レベッカはウィルフレッドは重傷であることを知っており、彼にはに頼めないことはわかっていた。アイザックはレベッカがギルベールに捕らえられたことを知って、総員へ向かったが追い出されてしまう。そして、レベッカの大戦士を見つけるために出発する。セドリックはアセルスタンの居城に行き、 前後作を練ることにしていた。アセルスタンの葬儀を営むが、そこへ黒いキシコとリチャード一世が現れた。リチャード一世は感動されたキシコとウィリフレッドの感動を許すように求めた。そこへアセルスタンがひょっこりと現れる。アセルスタンは実は死んでおらず回復して戻ってきたのであった。アセルスタンはローイーナが自分を愛していないことを実感しており、 ローイーナとの婚約を自分から取り消した。そして友であるウィルフレッドとローイーナの中を祝福する。二人ともが結婚を求めていないことを知り、セドリックはサクソン王ケの復権を諦め、ウィルフレッドの感動を許した。ウィルフレッドは黒いキシコとリチャード一斉に傷が治るまで動かないように命じられるが、レベッカの件を聞き、直ちに総院へ向かった。 ギルベールはレベッカにこのままではレベッカも死に、大戦士も必ず自分に殺されると言い,い、本意を促していた。共に逃げようというのであるが、レベッカはカくクに拒む。ついにギルベールは、レベッカのために戦おうとまで思ったのである。そこへ、期限直前に、ウィリフレットが来ると、ギルベールは今までの行きがかりもあり、レベッカを死に追いやることとは知りながら、ウィリフレットと戦う。 しかし、ウィルフレッドが勝ち、ギルベールは死んでしまった。レベッカは無罪を勝ち取ったが、ウィルフレッドを愛しつつも、ローイーナビメとウィルフレッドの中を知っており、身を引くかのように、スペインへ向かおうと父のアイザックへ言うのであった。荒川優子、もっと知りたい、ターナー生涯と、作品東京美術、2017年、46ページ。 ISBN 978から4から808710941ありがとうございます。